セ・テリーグは30日、同日の午後6時から甲子園球場で開催予定だった阪神・巨人戦を、台風10号接近の影響により中止にすると発表した。また、29日夜に中日が発表していた、30日からバンテリンドーム名古屋で開催予定だった中日 DeNA3 連戦を同様の理由で中止にすることも、合わせて発表した。 この日に中止になった阪神・巨人戦は9月23日の午後2時から組み込まれた。また、31日と9月1日に名古屋球場で開催予定だったウエスタンリーグ、中日工夫早手戦も台風10号接近の影響により中止が発表された。